はい、皆さんこんにちは、登山の YouTuber りょうじです。今回ね、今私ね、白駒の池、登山口に来ております。今日登ろうと思っているのが、苔を見てニューという山に行こうかなと思っております。そして今回はね、特別ゲスト、はい、私の兄貴です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、喋ってください、ちゃんと。あとね、あやちゃんと、私の父親の家族登山をしようかなと思ってます。それでは北八ヶ岳編、頑張るぞ。おどう、この感じは、雰囲気は。涼しい。涼しい。じゃあ温度を聞いてるんじゃないよ。森の感じはどうですか。もののけ姫。こんな感じで歩き始めました。コースの醍醐味はね、苔です。苔って見てわかる？なんか種類の違いとかわかる？わからない。わかんないよね。で、今回ね、一番代表的なのがカギカモジ苔。これね、大群生するんですけど、はい、天気が悪くてもね、こうしっとりした感じでね、すごく綺麗です。これがカギカモジ苔かな。あそこに書いてある珍しい名前の山、ニウ、行こうと思います。漢字で言うと父、あとひらがなで言うとニウです。はい、ニウ、ニウです。はい、ニウ。どう、これ池、これ白駒池。ニウ、今白駒荘に着いて、昼ご飯ね、ここで食べようと思ったんですけど、まさかのね、貸し切り営業ですね。食べたかったでしょ、あやちゃん。2連敗。なんか高見市、本当は今日行こうと思ってたけど、土産日、土産日でした。はい、で、こっちは貸し切り日と、ついてないね。ね。なんかね、夏は、これ何回り？右回りか。反時計回りに、なんか一方通行にね、夏なってるようですね。ここで分岐かな、うん、今気づかなかったでしょ、分岐って。このまま真っ直ぐが俺いいんだけど。ダメ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 。ニューで、ニューですね。ニューコース、ニューコースです。ここからはね、登りが始まります。どうだった、道は。登山あんましたことないけど、向いてるよ。大丈夫、全然全然大丈夫。工事どうだった。全然大丈夫です。はい、もう多分ね、観光客とか歩きやすいように整備されてるので、ちょっとね、濡れてると滑りやすいんで、そこだけ注意ですね。じゃあこっち行ってみます。さ、帽子のかぶり方もうちょっと浅くかぶ、そうはい、今歩いて約20分も経ってないんですけど、白駒湿原着きました。白駒湿原、こちらですね。はい、湿原です。何ですか、湿地帯ですかね。めっちゃ面白いね。はい、湿地帯らしいですね。はい、あいちゃん、これ何、これシャクナゲか。独特だよね。そうなんだよね。こういうのはね、別にね、なんか単純に、八ヶ岳はね、こう苔とか樹林帯が多くて、雨の日もね、そこまで濡れなくて楽しめるんですよね。
ケマルがいる。コケマルいる？え？ああ、あれ、ああ、いるね、コケマルね。ああ、これ？かわいいね。うちの親父、登山慣れてないんで、あれで、あれなんですけど、教えます。あんまり登山ルート以外を歩いちゃうと、あの食性とかがね、乱れちゃうんで、ダメです。ダメです。はい。なんで、ちゃんと歩きやすいところじゃなくて、みんなが歩いてるところを歩いてください。わかりました。はい。隊長。ね、代表する苔、ミヤマクサゴケ。約1時間ぐらい、もう意外と経ってます。最終分岐です。こっち行くとね、ニューですね。こっから登りが続きます。標高差はね、画面に載せておきます。でもここまで多分登山ほぼ初めましてですけど、全然平気。全然平気だよね。平気平気。全然平気。はい、ちょっと休憩して、登りをやっていこうと思います。今ね、ニュー直下、200m アップやってるんですけど、まあ、白駒からね、そこら辺は多分すごく歩きやすいんですけど、ちょっと岩がね、ゴツゴツしてますね。初めて行かれる方だったら少しね、わ、岩大きいなとか歩きづらいなと思うかもしれないけど、まあ、ゆっくり行けばなんか危険なとこはないかなと。そういう、ま、丸太の上とか歩くとこけるよ。あ、ここがやだ。ゆっくりね、手使ってね。もう着くよ。天気が良くて良かったね。約ね、1時間40分でね、ニュー山頂の近く着きました。ふもとはね、曇りだったんですけどね、雲の上に抜けました。ここが山頂のもうすぐのとこだよ。ああ、どうですか感想は。うん、雨が降ってなくて天気はいいですね。景色はどう？景色はもう目の前だけ見えて、その下は霧が。まあ、山の上まで行ったらちょっとまた景色変わると思う。どう、こいちは。ほら、あっちが南八ヶ岳に向かう方だね。ニュービューだ。それ滑ってるよ。申し訳ないけど。カとかいるよね。オットセイ。疲れすぎてオットセイになってる。あ、そう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 、そこら辺。はい、これ今遭難してますね。そっち崖だよ。崖。こっち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 。こっちこっち。あの、こっちね。そっち行ったらもう崖崖。落ちちゃうよ。いいね。こうやって人は間違えるんだなっていう。どう、気持ちいいでしょ。だから、面白くないから。そこだっけ、メガネ。え？あ、山頂あった。それ、親父。右側のやつ。また違うとこ行ってたよ。遠回りしてたよ、今。標高は2352m。1352。ちょっと景色とか見てみようか。それ一回看板後で、写真後で。何にもないね。え？すごい。霧が上がってきてる。ねえ。あ、ちょっと雨がポツポツしてるからね。よし。はい。
い、じゃあそんな感じでどうでしたか、ニューは。お兄さん、全然大丈夫です。全然大丈夫です。いい景色見させてもらいましたね。どんな景色が良かった。途中のね、苔苔は良かった。バカにしてるでしょ、苔のこと。苔良かった、本当に。え、小市さんはどうですか、何が良かったですか。ニュービュー、ニュービュー。北八ヶ岳、登りやすい山大変多くありますので、ぜひ家族でお父さん、いかがでしょうか。今回の登山こちらで以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。